リピットチャンネル始まりました。ケントです。リートです。どこにいるかと言いますと、品川駅に到着しました。2人でおしゃれして珍しくスーツ2人ですよ。やばいですよね、はい、なかなかない。なかなかないよ。3時15分に品川駅に呼び出されました。聞きますわ、うん、はいはい、でスーツで来てくださいと、はあはあ、ちょっとおしゃれして来てください、はい、もうそこまで言われちゃったもんですから、今日は多分リュートからプロポーズを受けるんじゃないかと、プロポーズを受けるんじゃないかと、プロポーズを受けるんじゃないかと。いやいやいや、一緒ないっすびっくりだわ嘘。いやマジでプロポーズは絶対しないんですけど。いやそんな強く言わんでいいかな今日はリカちゃんの応援に来たんですよね。はい、品川で開催されるミスインターナショナルクイーンジャパン2024の、日本大会がですね、今日この品川で開催されるということで応援に来ました。イエーイ。だからスーツなんです。みんな勘違いしないでくださいいや僕てっきりプロポーズかと思ってさなんかすごい結構おしゃれしてきちゃった。絶対ないですね。絶対ないそんな強く言わなくてもよかろう。そもそもね、ミスインターナショナルクイーンジャパンはセミファイナルにならないと今回の大会出れないんですよ。すごいですよね。すごい。だからリカちゃんいろいろ書類選考とかいろいろ通過して10位とかですよね。多分10番10万以内。そうそうそう、10人しか出れない大会に今回出場ということで、僕らはですね G ピットチャンネルの仲間としてですね、応援に行きたいと思います。本気で応援してきます。はい、会場に到着しました。なんかもう圧倒されますね。結構人数多そうだよね。おしゃれおしゃれ。リカちゃん会えたらいいんだけど、はい、なかなかね楽屋も行けないだろうから。
クイーンジャパン2024ファイナリスト3名はエントリーナンバー4番すみれさん、エントリーナンバー6番土屋凛さん、